日程第3、国際的なこのダッシュの民事上の側面に関する条約の実施に関する法律案、内閣提出、衆議院送付。日程第4、民法の一部を改正する法律案、前川清志茂君ほか6名発議。3、第6号、以上両案を一括して議題といたします。まず、委員長の報告を求めます。法務委員長、草川昭三君。ただいま議題となりました両法律案につきまして、法務委員会における審査の経過と結果をご報告申し上げます。まず、国際的なこのダッシュの民事上の側面に関する条約の実施に関する法律案は、不法な連れ去り、または不法な留置がされた場合において、その状況証を有していた国に返還すること等を定めた国際的なこのダッシュの民事上の側面に関する条約の締結に伴い、その的確な実施を確保するため、我が国における中央当局を指定し、その権限等を定めるとともに、その状況証を有していた国に迅速に返還するために必要な裁判手続き等を定めようとするものであります。委員会におきましては、ドメスティックバイオレンス被害者への配慮の重要性と、所在情報等の提供のあり方、この最善の利益の尊重と、この返還拒否事由の解釈、中央当局及び在外公館の果たすべき役割と法人支援等について質疑が行われ、また参考人から意見を聴取いたしましたが、その詳細は会議録によってご承知願います。質疑を終局し、採決の結果、本法律案は全会一致をもって原案通り可決すべきものと決定いたしました。なお、本法律案に対し、付帯決議を行いました。次に、民法の一部を改正する法律案は、事業者の貸金等、債務も主たる債務とする保証契約による過大な保証債務の負担により、保証人の生活の破綻等を招く事例が多く、生じていることに鑑み、保証人が金銭の貸し付け等を業として行う者との間で、締結をする保証契約のうち、主たる債務者が事業のために負担する貸金等、債務を主たる債務とする保証契約等は、保証人が法人または主たる債務者である法人の代表者である場合を除き、その効力を生じないこととしようとするものであります。委員会におきましては、特別法ではなく、基本法である民法を改正する理由、法制審議会における民法、債権法、改正作業との関係、第三者保障の原則禁止の影響及び例外として、法人の代表者について個人保障を認める理由等について質疑が行われ、また参考人から意見を聴取いたしましたが、その詳細は会議録によってご承知願います。質疑を終局した後、みんなの党の真山理事より、施行日については別に法律で定める日からとすること等を内容とする修正案が提出されました。ついで順次採決の結果、修正案及び修正部分を除く原案は、いずれも多数をもって可決され、本法律案は修正議決すべきものと決定をいたしました。以上、ご報告申し上げます。これより採決いたします。まず
国際的なこの奪取の民事上の側面に関する条約の実施に関する法律案の採決をいたします。本案の賛否について投票ボタンを押し願います。まもなく投票を終了いたします。これにて投票を終了いたします。投票の結果を報告いたします。投票総数216、賛成216、反対0、よって本案は全会一致をもって可決されました。次に民法の一部を改正する法律案の採決をいたします。本案の委員長報告は修正議決報告でございます。本案を委員長報告のとおり修正議決することの賛否について投票ボタンを押し願います。まもなく投票を終了いたします。これにて投票を終了いたします。投票の結果を報告いたします。投票総数213、賛成116、反対97、よって本案は委員長報告のとおり修正議決されました。本日はこれにて散会いたします。